ということで、24万9800ベル。え、違う。に、え？え？ 249 万？皆さん、こんにちは。ただいまのアイナトーン時刻は2020年9月19日土曜日の午後2時21分です。今日は特にお知らせはありませんが、さっきお茶を入れたら茶柱が立ったんですよ。あ、私ったら個人的なお話をしてしまってすみません。それでは本日も良い一日をお過ごしください。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。めっちゃ雨や超雨や。お、そう、これ道具街でね、海賊ジョニーを助けたんやけど、ディアアイナさん、絶対絶命のところを助けてくれて感謝してるぞ。無事俺様の船に戻ることができたぜ。ヨッホー、このお宝はお礼の品だ。大事にしてくれると嬉しいぜ。海賊 J より愛を込めて。そしてアイダホ、ファイトだアイナへ。オイラ最近筋肉痛がひどくてさ。でもこれって筋肉が育ってるってことだよな。へへ、収まった時の成長ぶりが楽しみだ。やってやるぜアイダホより。さっきね、あのめっちゃなんていうの、メイン画面のとこでもね、アイダホ超運動しよったんやけど、海賊のお宝ローブどんな感じ。あ、かっこいい。え、すごい、いいね、いいね。え、かわいい。ちょっと待って、帽子外そう。ちょっと合わん気がする。いや、なんか全体的にまあ合わんけど、まあいいや。まあいいや。メッセージボトルは落ちてないっすかね。え、なんかかわいいよねこれ。なんか裾の方さ、水玉模様入ってるのもかわいくない。あ、アイダホ、こんにちは。テンション上げてるかの心。世間話でも。筋肉最高。へへ、でっけえ声出すと一気にも効くんだってさの心。筋肉痛なんじゃないの、大丈夫か。そしてライオネルの代わりに入ってきたてっちゃん。こんにちは。テンション上げてるかジョリ。なんか同じ挨拶ですね。お話ししよう。トレーニングの後に腰に手を当ててプロテインを飲むのがお気に入りなんだ。このために生きてる気がするぞジョリ。なんか傘壊れてない、大丈夫ねえ。なんか壊れとるよね傘。ああいう状態にたまになりよったけど、ほら一箇所飛び出とるよ。なんでそんなボロい傘使いよ。なんかそんなんあるんやね。ちょっとびっくりしたんやけど。しかもそれを使うという、まあなんか無頓着そうでいいと思うけど。あ、そういえば私またね、寄贈するものがめっちゃ溜まっとんよ。それをちょっと寄贈しに。びっくりした、めっちゃでかい影って思ったらウツボか。また多分どれぐらいやっけ、10個ぐらい溜まっとんかな。ちょいと今からそれを取りに行きます。あ、ってことでちょっとあれやな、化石も掘っておこう。いいよ、化石を掘り出した。よし、あと化石どれぐらいかな、すべて完成するまで。いいよ、そろそろまた髪型も変えたいなと思いつつ。あ、みんな結構おらんと思ったけど、雨の日やっぱり室内におることが多いんかな。それじゃあ、ちょっと待って、生き物これ全部寄贈するやつやけんね。4 5 6 7 8 9 10 11 11おったわ。おし、それじゃあ今持ったやつプラス、稲荷商店でも、商店っていうかなあれ。まあ、あの船、船積力も美術品買っとるけん、それをちょっと寄贈したい。さあ、風太くん大量に持ってきたよ、来て。ハグゴ。すみません。こんにちは、アイナさん。アイナ博物館へようこそお越しくださいました。私に何かご用でしょうか。寄贈する。ほう、そうですか。で、何を寄贈してくださるんですか？ワクワク。あ、そっか、稲瀬名名画と、ま、これ、全部ね。ちょっと待って、なんか飛んだ。はい。
これで OK でしょうか。シーラカンスやっと釣れたんよ。やったね、道具がやったけど。はい、ではありがたく収めさせていただきます。美術品もちゃんと、美術品言えた美術品もちゃんとね、本物で。化石の鑑定をあとお願いします。ほほう、では鑑定したい化石をお見せください。ワクワクってことで、この2つをお願いします。かぶりかな、どうかな。わわ、一つじゃないんですね。どれどれ。あー、しかも中には、あ、ってことは片方、じゃあもう片方は売るやつね。オッケー、はい、寄贈しますよ。そのかぶってない方、寄贈する。お、そうですか。で、何を寄贈してくださるんですか。ワクワク。フタバサウルスの頭どうぞ。ほう、なんとフタバサウルスの頭じゃないっすか。いやー、まさかフタバサウルスの頭がこれほど良い状態で見つかるとは。せっかくですので、ちょっと解説いたしましょうか。いや、聞いたことあるから大丈夫。そうですか。ではとにかく、こちらは寄贈品として納めさせていただきます。残りのパーツを見つかって完成した姿で展示できるといいですね。ありがとうございました。まだ揃わないのか。他の何かお手伝いできることはございますでしょうか。大丈夫です。そうですか。では自由にご見学ください。ってことで、ちょっと家のね、地下を作ろうかと。今度は、あ、待って、なんかマイル、魚博士になろう。お、これ4段階目やんね。肩書き、当たりの反応、たぬきマイル2000マイルゲット。そしてもう1個、昆虫博士になれるかな。これも4段階目。肩書き、生きとし生けるもの、たぬきマイル2000マイルゲット。これは種類？あ、いやね、図鑑。なるほど。え、あれは全部で80ってこと？道具クラッシャー。あ、これ最終段階やん。肩書き、混沌の破壊神、たぬきマイル3000マイルゲット。お。私今、ふわっとしたクラッシャーっていう肩書きにしとんやけど、破壊神いいっすね。スマホをフル活用。お、我が社が開発したこのオリジナルスマホ、相当使いこなしてくれてるだろうね。メーカーとしてこれほど嬉しいことはないだもん。愛用のお礼にマイルをお送りするだもん。やった、肩書きデジタル社会の申し子、たぬきマイル1000マイルゲット。よし。で、お、まだあった。木の葉に隠れて、これも最終。肩書き心揺さぶる発言、たぬきマイル5000マイルゲット。めっちゃやん、やったね。超溜まっていく。島の観光客大、ん？島の観光客アップ大作戦。2段階目。肩書き、寂しがり屋のフレンズ、たぬきマイル500マイルゲット。獣フレンズを思い出す感じの言い方やんね。なんとかなフレンズ。よし、それじゃあ、ローンを支払ってきましょう。ちょっとごめんね、佐々木家。さてさて、久々のたぬきちや。どうもどうも。あ、そうよ、ここじゃなかった。ローンあれやん、あっちから払わんといかんのやんね。よし、ちょっと待ってて。たぬき開発マルチメディア端末タヌポートでございます。1日1回にタヌポートへのアクセス特典マイルを付与いたします。1日目50マイル。さてことで、 ATM ローンの返済。いやー、余裕余裕。預金から全額。よし、これでご利用ありがとうございました。イエーイ、やったー、お家のローン全部払い終わった。姿勢さんも見てた。どうもどうも、アイナさん、お家のローン全部払ってくれてありがとうございました。タラモン、次で最終段階やろ。ついに2階建てのお家のローンまで終わっちゃった。タラモンね、もしかしてアイナさん、まだまだ何かを期待してるだろ。だったら工事としては奥の手になるけれど、最後に地下室を作らせてもらうだろ。奥の手なの？今のままでも十分快適に暮らせると思うけど、もしも地下室に興味があったらまた相談に来てちょうだいね。興味しかないです。こちらは建築相談カウンターだもん。どういったご用件だろも？マイホームの相談を。マイホームについての相談だもんね。どういった相談だろも？増築したい。おっと、やっぱり地下室に興味が湧いただの？アイナさんの経済力なら問題ないとは思うけど、地下の工事は結構お金がかかるだもよ。
ということで、249,800ベル。え、違う。に、え？え？ 249万8000ベルのローンを組むことになるけど、いかがだもん。そっかそっかそっか。24万とか安すぎやんね。あっという間に返せる。お願いします。まあね、さっきのでも120何万とかやったもんね。オッケー、じゃあ工事の手配を進めるからね。明日の朝には完成するからお楽しみに。だらも1日で完成するとか絶対手抜きやん。欠陥住宅だわ。さあ化石とか売りに行こう。びっくりした。だまん、やごきげんよう。今日もこの島でライブをさせてもらっているよ。今の時間は僕の気の向くままに歌わせてもらってるんだ。夕方6時からは曲のリクエストも受け付けるから、よかったらその時間にも来てくれよ。大変やね、こんな屋根もないとこで。全然歓迎されてないやん。さあそれじゃあ、いらっしゃいませ、ませたぬき商店へようこそ、ようこそ。ってことで、アイナさん、いらっしゃいませ、ませ。今日はどうなさいましたか？買い取ってください。買い取りでございますね。では、お売りいただけるものを見せくださいませ、ませ。スミロドンの体。この辺はまあ、いっか。まだね、どんぐり5個と松ぼっくり8個しかないんよ。これ、家の収納にあるとかじゃないけんね。全然たまらん。スミロドンの体ですね。それなら2000ベルで買い取らせていただきます。安っ。売るけど。ありがとうございました。マスター。またいつもお気軽にご利用くださいませ。ませ。さあ、このシャワーをちょっといただいていくかな。そちらの商品はシャワーセットでございます。こちらは限品限りですので、早い者勝ちですよ。ですよ。お値段は1800ベルとなっておりますが、いかがでしょうか。あ、とりあえずまあ、プラスにはなったままなんやね。200円プラスで帰っていきます、私。ありがとうございました。さあ、それじゃあちょっとメッセージボトルが落ちてないだろうか。あら、アイナさん、なのだわ。おしゃべりしよう。今日も島に吹く風が心地いいと思わない？沸騰した時に感じる潮の代わりに胸がキュンとなるの、なのだわ。それはよかったわ。ちゃんとこの島を気に入ってくれているのね。あ、またしても。ちょっと待って、とりあえず。掘り起こしておいて。化石を掘り出した。よし。んで、メッセージボトルは？あ、あったあった。あ、サメ。そろそろこの夏仕様の屋台とかも変えたいけども。どう変えていいんだかという感じだわ。へい、来い。違うよ。こっちだよ。はい、来い。はい、来たー。やったね、コバンザメじゃないっぽい。イエーイ。キョエーイ、ジンベエザメを釣り上げちゃった。でっかい。やった、お金だ、お金だ。これでね、あ、待って、風船流れてきた。じゃ、その間にメッセージボトルでも読んどくか。これを拾ったラッキーな君へ。昨日お家で DIY してたら材料を間違えたみたいで、こんなものができちゃったんだ。作り方もとっても簡単だよ。僕でも作れたくらいだもん。他の子にも教えていいからね。職人のリチャードより。リチャードってどんな子やった？手押し車あるな。え、なかった。ふんふん。手押し車のレシピを覚えた。あ、私が思っとんのあれか。猫車か。手押し車ってどんなん？あ、かわいい。なるほど。子供用のおもちゃね。ちょ、待って。流れてゆく。さっきからちょっと気が気じゃないんだ。なんか、メッセージを読みながらも、どこ？どんどん通り過ぎていくけん。あー！待って。これ上になるんじゃない？ちょ、待って。全然なんやけど。待ってくれ。あ、でもここでやったらさ、あれやん。花があるけん。こっちに来てくれることを待たなければいけない。こっちの下の公園のとこで待とうか。ちょっと待って、これも掘り起こしとくね。いいよ。ふぅ。ごめんね、雨ざらしだけど君たち。
じゃあこっちで構えておきまして、おしこい、どこや、こっちか、どこ、わからんくなったんやけど、あ、結構かかるな、早く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 、遅い。しかも待って、なんかしょうもないもんとかやったらちょっとがっかりやしね。たまになんか打って中から出てきたのが粘土とかやったらちょっとねがっかりするんやけどいやまあ一応必要な材料ではあるのだろうけども。さあさあ、はい、来た。お、ちょうど、あ、パチンコが壊れちゃった。今までありがとう。あ、よかった、消えたかと思った一瞬。ふう、こんだけ粘って消えたら最悪やんね。ネクタイ付きワイシャツ、どんな感じ？あ、かわいい。いいね、いいね。え、めっちゃかわいいやん。しかしちょっと、今、下を身につけてないから海賊に戻っとくね。え、でも、おしゃれな服ゲットできてよかった。よきよき。おし。ってことで、ちょっと、私は久々に、あ、ちょっと待って、こっちじゃないな。ちょっと待って。髪型を変えたいのよ、私。夏ということでね、元気っぽいツインテールにしていたのだけども、もう秋がやってくるということで、てかもう秋ってことでいいんかな、9月。さあ、落ち着いた髪型にしたいです。よーし、木製の姿見でイメチェンしようかな。します。よし、髪の毛、多分前これやったんよね。これもやったことあるよね。どうしましょうかしら、私。ウェイビーな感じ。いや、ちょっと長め。これでいこうっと。あ、髪色。髪色。紫。グレー。あ、グレーでいこうかな。えへ。イェーイ、こんな感じで。よきっすね。よきっすね。これでさ、なんかちょっと、ちょい待って。木製クローゼットで着替えます。これでちょっと、私が結構、あつ森の中でよくする感じの格好。こっちとかの方がいいかな。まあ、いっか、こっちで。まあ。あー、かわいい。ちょっと自分でやって言うけど。あー、かわいい。そう、こういう感じの格好にしたら、めっちゃ可愛く、ないかい？あー、めっちゃ可愛いやん。よき。超よき。こんな感じで。ちょっと待って。方向。これですごいなんか秋っぽい感じやし、可愛くなったことない。いやー、超いい。秋だわ。さあ、明日地下ができるのがめちゃくちゃ楽しみだな。ふぅ。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。これってさ、見た目、家の見た目的には、2階ができた時に、正面2階の部分に窓ができたやん。地下ができた場合は、何にも変化ないんかな。ちょっとそこ気になるんやけど。